皆さんこんにちは。今回はこの縦インテのボーナスの謎ということで、俺の今いるギルドのギルメンさんの要望でちょっとこの動画を作ろうと思ったんですけど、まあ、他にもね、なんか質問とか要望とか来てるんですけど、どうしてもこれについて伝えたいっていうのがあったんで、ちょっとこれを優先して動画にしました。で、まあ何を伝えたいかってことなんですけど、この縦インテにランダムボーナスってあるじゃないですか。で、この縦インテのこのランダムボーナスって、まあ最小値、これ3つあると思うんですよ。アタック、ディフェンス、HP って、それがまあロストエピック継承の数値と一緒なんですよね。まあアタック15、ディフェンス30、 HP1500 で、まあこの最小値がなんかインテ系武器なのに低くて、まあ、納得いかないっていうのもあるんですけど、インテ系って今までずっとランダムボーナスが最大値でつくっていう話だったじゃないですか。でもこの縦インテってそのボーナスの幅が広いから、もしかしたらこの生産工場の手引き商が影響するのかもしんないみたいな話があって、一部で。で、まあこれって、まあ縦インテ出る前のインテグラル武器で検証された方がいたんですけど、なんかその、縦の前は、やっぱ全部ボーナスが最大値でついて、アタックも一種類、ディフェンスも一種類、HP も一種類みたいな感じで、で、まあこういうトリプル D みたいな感じで、そのボーナス3つ揃えるのに使えるかみたいな話だったんですけど、これって、付与確率って書いてあるんですよ。だからその階層武具がそのボーナスが1個の時とか2個の時とか3個の時とか個数が上がるかどうかだったんですよね。これ使うとその付与の個数が上がるかどうかだったと思うんですけど、まあ盾が出る前のなんちゃらインテグラルシリーズに使ったとしても、まあインテグラル系ってそのボーナス自動的に最大個数つくじゃないですか。で、どれもまあ最大値でつくんで、まあ、この付与確率っていうその個数は関係なかったから意味なかったじゃんみたいな風になったんですけど、でも縦インテってこのボーナスが HP、ディフェンス、アタックってそれぞれ3種類ずつあるんで、なんか事情が変わってくるんじゃないかみたいな話で、正直俺はこれ付与確率なんで、そのボーナスの個数にしか影響ないと思うって言ったんですけど、やっぱりその付与確率、付与個数が多くなるかどうかの確率だと思うんで、この指輪でもこれボーナス2つついてるじゃないですか。で、他にこのボーナス1個のやつとかあるじゃないですか。この個数が1個のやつが2個になりやすいみたいな感じだったと思うんですよね。いや、なんかまあちょっと不安なんですよ。このさ 10% って数値みたいに、このなんていうの、この何パーセントっていう数字がなんか高くなるかもしんないみたいなさ言ってる人もいるから、付与確率っていう言葉がちょっとなんか曖昧なのかなっていう気がするんですが、多分付与個数の話だと俺は思うんですよね。だったらこの縦インテの生産時に、この生産時っていうか生産前に、そのさっきの生産の手引き書みたいなの使ったとしても、その、ね、これ最初からそのランダムに3種抽出されますって書いてある、その最大の3個つくと思うっていうか3個つくじゃないですか。だから関係ないと思うんですけど、なんか決めつけは良くないのかなって思って、まああくまで俺の意見だし、その個数だけなんじゃないかなっていうのも。でもなんかそのもしその生産交渉の手引き書でできるみたいな感じになってたら、まあ、絶対お知らせにそういうのあるよっていうわけでもないけどさ、なんかなんて言うんだろう、一応これやり込み要素だから、この生産の手引き書でそういう例えばボーナスの操作に近いことができたら、なんかそれこそ一層なんか継承でもいいんじゃないか。まあそれはちょっと言い過ぎか。でもなんて言うんだろう、そのボーナスの操作に近いことができちゃったら、なんかやり込み要素にならんのではないかなみたいな話で、いや、わかんないですよ。でももしその生産所のこの謎仕様、この付与確率っていうのがもしかしたらなんか違うよくわかんない仕様があって、何らかの影響を少しでも与えてるんだったら変わるのかもしれないし、
なんかよくわかんないんですよ。だからなんかこの動画でちょっとそういうなんか問題提起をしたいなって思って、本当にこれが謎なので、もうぜひなんか皆さんの意見、そのコメント欄に書いてもらったり、まあ、ツイッターのリプでも何でもいいんですけど書いてもらったらありがたいというか、まあ、とにかくなんなのこれみたいなとにかく、まあ、伝えたいだけなんで、まあ、そうコメントしてもらってもしてもらわなくても、まあ、いいですか、まあ、とにかく伝えたかったっていうだけですねそうそうそう、マジで謎じゃねえみたいな話です。はい、まあ、なんかもし俺こういうことが分かってるよとか、なんか分かってることがあるみたいな人がいたら、なんかそうコメント欄でも何でもいいんで、なんか教えてもらえたら ありがたいです。本当に動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。